どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのはこちらのクレジットカードです。もう私の場合スーパーフライヤーズが入っておりますけれども、 ANA ワイドゴールドカードの紹介となっております。まあ、こちらのカードは100円でですね、決済で 1.648% 最大ですね貯まるクレジットカードとなっております。でもちろんこちらゴールドカードなので年会費が1万5000円となっております。ですがこちらのクレジットカードを持っているとですね、これから SFC 修行を検討している方など ANA マイルを貯めて ANA マイルをスカイコインに交換して、そのスカイコインを使って SFC 使用を検討される方はですね、ぜひこちらのクレジットカード発行することをお勧めします。なぜかというと、こちら ANA ワイドゴールドカードということで ANA マイルをスカイコインと交換する場合ですね、5万マイルを一度に交換すると1.6 倍で交換することができます。要するに ANA5 万マイルが8万スカイコインになるということですね。でその8万スカイコイン、そちら5万マイル、10万マイル、15万マイル、20万マイルと貯めて、それを一度に、一度じゃなくてもいいんですけど、そちらを スカイコインに変えて、そちらを SFC 仕様の費用にねする方も多いと思いますので、ぜひこのクレジットカードね持っといた方がいいと思います。私自身も ANA マイルをスカイコインに変えて SFC 使用の、費用にいたしました。でこのクレジットカードなんですけども、見ての通りスーパーフライヤーズ入っておりますよね。でこのスーパーフライヤーズカードっていうのはSFC 修行をして、5万ポイント貯め終わった後に SFC の、カード自体は申し込みが必要になっております。ですので、ANA のサイトから SFC 修行を申し込むという形になります。でこの SFC スーパーフライヤーズカードに申し込む場合、このカードを事前に発行しておくと、審査ゼロでこのスーパーフライヤーズカードが手に入れることができます。こちらクレジットカードですので分かっている方も多いと思うんですけども、審査に落ちた場合、5万ポイント貯めて SFC 修行を終えてスーパーフライヤーズを申し込むぞって言って、このゴールドカードをそのまま スーパーフライヤーズカードで ANA のサイトが申し込んだ場合、仮に審査に落ちてクレジットカード発行できなかったってなった場合、貯めた5万プレミアムポイントはパーです。SFC 使用したのに結局スーパーフライヤーズカードが持てないなんてこともあります。ですので SFC 使用する前にですね、この、こちら ANA ワイドゴールドカードなんですけども、最悪でも ANA ワイドカードですね、普通カードそちらでもいいので、先にね絶対発行してからSFC 使用を行ってください。これ本当に
審査落ちたら本当終わりですからね。また修行費用がかかるということですからね。そんなことはあってはならないですよね。まあこの ANA ワイドゴールドカードの特典なんですけども、まあこちらゴールドカードですので、空港のゴールドカード、カードラウンジですね、ゴールドカード以上で入れるカードラウンジが利用できます。しかし、ANA の、ゴールドカードですけども、 ANA ラウンジは使えません。これ結構勘違いしている方多いんですけども、 ANA ゴールドカードであっても ANA ラウンジは利用できません。こちら国内線、国際線ともにこの ANA ワイドカード、ワイドゴールドカードを持っているだけでは利用できません。もちろんスーパーフライヤーズになれば利用できますけども、これを普通の ANA ワイドゴールドカードだけでは利用することができません。で、次に、特典として、こちらワイドゴールドカードを持っていると国際線に利用する場合ですね、 ANA のビジネスクラスのチェックインカウンターが利用することができます。まあこちら特典ですよね。やはり、チェックインカウンターで、まあ、並ぶ際はですね、まあ日本国内で並ぶってことは、皆さんアプリ等々でスキップサービスを利用して出国する方が多いと思いますので、まあそこまで利用するかなっていうところもあるんですけども、まあでもまあ一応特典ですのでね、せっかくですから、ビジネスクラスのカウンターでねチェックインしてみるのもいいかなと思います。まあ今回の動画はちょっと短いんですけども、 ANA ワイドゴールドカードの紹介をさせていただきました。今回の動画が役に立ったという方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私は、ブログ、ツイッター等々もやってますので、よかったらフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。